ニコライ・ルガンスキーは、ロシアのピアニスト。1972年、旧ソ連のモスクワ生まれ。父は、物理学。母は、科学の研究者である。5歳からピアノを弾き始める。1979から1990年、モスクワの中央音楽学校で、T.E. ケストネルの下で学び、その後モスクワ音楽院に入学して、タチアナ・ニコラーへは、 セルゲイ・ドレンスキーの下で学び、1995年に卒業する。引き続き研究家に進んで、ドレンスキーの下で学び、1997年に卒業する。1998年より、母校のモスクワ音楽院で、ドレンスキーの助手として教え始め、現在も同音楽院で教鞭をとっている。ルガンスキーは、モスクワフィルハーモニーのソリストとして、 ロシア功労芸術家とロシア人民芸術家受賞時に登場している。性格無比な演奏技巧、安定した演奏技巧と豊かな情緒が特徴的で、とりわけラフマニノフ作品の解釈で知られており、世界各地でオーケストラと共演を続けるほか、1994年のチャイコフスキー国際コンクールピアノ部門における2位を頂点に、 数々の世界的な音楽コンクールでも優れた業績を残してきた。1992年にザルツブルクモーツァルテウムより最優秀ピアニストとして表彰された。吉澤・ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書公特書、2006年2月10日、97ページ、ISBN4 から7872から7208、X。 ありがとうございます。